皆さんこんにちは、桜井真隼人です。先ほどね、格闘技代理戦争をね、テレビでね、テレビじゃない、アメバ TV かでやったんですけどね、以前のやつね、1回2回3回あ今3回目か、1回2回のやつをね解説したんですけれども、YouTube 側からですね、ちょっと生配信してたんですけど、それで、ちょっとブロックが入りまして、ちょっと生配信できなくなっちゃったんですよね。ちょっとしばらくの間できないと、まあ多分2、3日中だと思うんですけれども、ちょっとこれね、録画してですね、ちょっと皆さんにね、お届けしたいということで、でね、一応格闘技代理戦争の方から一応ね許可はね得てるんですよ。制作側からね、これもっとね私もね盛り上げたいんで、私の方からね、また別目線で解説してもいいですかってのを一応確認 してですね、許可は得てたんですけれども、やっぱり大元の多分ねアメマ TV の方が多分ねちょっと厳しいんじゃないかなということで、一応許可を得たんですけれども、まあ、ブロックがかかってしまったということでですね、それを映さずにね、このね、格闘技代理戦争のね解説をねしたいなと思ってます。でですね、これ今私見るの初めてなんです。これ実は今さっき放映されたやつなんですよね。それをちょっと追いながらね、やっていきたいなと思います。まあ、今これ本当生でやってますので、まあ、生っていうかね、編集とかしないのでそのまんまね、ただ皆さんのね質問いつもテロップでこう出るんですけれども、それにはちょっとね、ちょっとここ何日か答えられないという状況ですので、ね、それご了承くださいね。で、今始めますね。で、これ、一緒にこれ流してたんですけれども、ちょっと流せない状況になりました。ね、格闘代理戦争のね、著作権だなんだっていうので、ちょっと引っかかってるのかな。まあ、一応、許可は得たつもりなんですけれどもね。なんかちょっとダメだったみたいで、なんかね、制作側からいいですよってことだったんですけどね。まあ、初めにこれ、キットのね、このところですね。で、今回、那須川天心がね、入ってきたんだよ、これね。まあ、那須川の親父とも私、親交ね、ありますのでね。本当に那須川はね、本当に親父あっての那須川ですよね。まあ、親父も格闘技はね、やったことないんですよ。あんまりやったことなくて、本当のアマチュアの、一回なんか親父ファイトに出たのかな。まあ、そのぐらいのレベルなんですけれどもね。やっぱりね、名選手、名伯楽にあらずっていう言葉があるようにね、本当に素晴らしい先生になれる、那須川の親父ですね。一人の、ね、一人の親父は100人、1000人の先生に勝る。まあ、1000人は言い過ぎですけどね。100人の、先生に勝るというような言葉もあるようにね、やっぱり一人の親父がね、こう導くっていうのは本当に絶大な本当に影響力をね、その本人にはね及ぼすんですよね。だから天心も弟はいないのかな、女の子、弟いたかな、子供が多分4人ぐらいいるんですよね。5人だったら本当にすみません失礼しましたってことなんですけどね、今4人だと思ったね。4人いて、みんなね、やっぱり那須川のお父さんのことね、まあ、お母さんももちろんね、素晴らしい方ですけれども、ね、親父にね、引っ張られて頑張ってるっていうね、形ですね。この間ジム行ったらね、那須川の妹かな、すぐ下の妹がね、受付やってまして、ね、お父さんと話したらね、こいつは本当に強いんだけど、今格闘技やってないんだよってね、女の子だからね。やってないんだよ、でも本当は強いんだよこの子はって言ってましたけどね。まあ、なかなかねこういう秘蔵子が隠れてると、那須川ジムにいるということですね。じゃあ今ちょっと流しますね。すいません、ちょっとそちら側ではちょっと聞こえないんですけれども、ちょっとね、著作権のなんかちょっとなんかあるみたいで、ね、ブロックかかっちゃいましたからね。まあ韓国がね結構強いんじゃないかなって見てるんですけどね。まあ正直那須川のジムが入ってきても、まあ、キックではもちろんいい選手いると思うんですけれどもね、そうですからね、ちょっとやっぱりそれはまあわからないです。あくまで憶測、私の憶測ですけれども、
ちょっと厳しいんじゃねえかなと私は見てます。まあでもそれが分かんないのがまたね、試合というものもありますけれども、今ちょっと私見入っちゃったらちょっと黙っちゃうかもしれません。ちょっとすいません、これ本当に初めて見てるんで。この優勝300万ってのはね、すごい魅力、まあ普通に魅力ですよね。昔は東亜杯って、私が高校生の頃はバブルの時代で、アマチュアでもね、優勝500万を出す大会ありましたね。私も高校生ながらそれに出させてもらいました。まあ高校生という、まあその年齢をね、言い訳にしたくないですけれども、まあ2位のやつに判定で負けたんですよね。で、私も大学ね、推薦で一応決まってたんですけどね、まあそれは柔道で決まったんですけども、プロの道に憧れて、格闘技に道に行きました。まあ、それがあったってでかいですね。やっぱり賞金500万をもらえる、まあ、当時のね、今回300万ですけれども、まあ、当時バブルの時代で500万もらえる、その格闘技の大会、まあ、新空手って大会だったんですけれども、まあ、それは本当にね、魅力で、まあ、大学は金払うところだと思ったんですよ。だけれども、格闘家は、お金をもらって格闘技、まあ、スポーツができる。まあ、そういうふうにね、まあ、実際はなかなかそうなるまでに23ぐらいまでなった、かかったんですけど、まあ、なかなか大変な、思ってる大変な世界だったんですけどね、私といえども。やっぱりそれで勘違いして大学を蹴ってですね、格闘技の道に私は進みました。だからこれ、すごいいいきっかけですよね。300万優勝もらえて、1000万のその他に 1SC 契約、それはもう本当に気が狂うぐらい頑張ってもらいたいですね。私が当時ここにいたら本当に気が狂って、本当にもう夜中の2時3時まで本当寝るかトレーニングするか、もうやりましたけどね。なるほど、今ねやっぱりいろいろキットも考えてんだな。なるほど。まあこれね、私と一緒にね、もしあれだったらばですね、一緒にこれ見ていただいて、格闘代理戦争ね、3回目のやつですね。そうしたら私が今見てるのを同時にこうやって、ああこの時はこう考えたんだとか、ああこうはこうだったんだなっていうのをね、同時にできると思いますので、まあ、もしよければ、一緒に見てもらえますか。ね。今、キットがね、入ってきたところですね、同情生に。ああ、なるほどね。人生にかけられる思いがあるか、格闘技に。確かにこれ大きいね。私はね、本当に人生かけましたからね。かけたというよりもね、もう、500万、優勝500万絶対取るつもりでね、行きました。実際は取れなかったんですけれどもね、2位になったやつに判定で、高校生でしたから私も、そこまでやれたというのは自信になってですね、格闘技を始めたんですよね。まあ体だけはごつかったんです、私もね。筋肉だけは上げなかったですね。だもしその時に総合格闘技があれば、もうもっと早かったです、私は多分。はい。まあ、これは自分で自信があります。もっとその時は新空手をやりましたけれども、もしもその時に総合というものが今の時代みたいにあれば、もうすぐに私は行けたと思います。はい。まあ、自分で言うからね、間違いないと思うんですけどね。この村山ってのね、すごいね。あ、そんなこと、俺が言ってたトライアウトの時言ってなかったけどね。ああ、そうなんだ。それはいい選手だな。沖縄人のやつだね。富平ってやつ、柔道をやってたって。総合格闘技2年、柔道3年。トイカツ道場に通う。でもトイカツ道場って、まあいい意味で、なんていうか、あんまりこう、なんていうか、バシバシやるってイメージないですね。人をこう、なんていうか集めて、まあ楽しくやるってイメージですね。まあ格式は正直、格式低いっていうところで、こう、お客さんをこう集めて、店舗数を増やして、人数をこうね、メガジムじゃないんだけど、なんていうの？組織を大きくしてるジムを、のイメージがありますね。
そういうやり方もね、ありますね。うん、だからあんまり正直、トイカ道場で強い選手っていうか、まあこれからでしょうけれども、今のところは、なんかそういうイメージはないですね。うん、上岡選手ね、うん、彼もいましたね、うん、私もこのトライアウトね、この4人選ばれた場所にいたんで、あ、この今村ってのはいい選手でしたね、私はこの彼いいなと思いましたね。ただちょっと身長がちょっと低い、160センチ、うん、これはこの選手はいいなと思ったけれども、打撃はどうかなって。でも私の予想はこの今村選手が来るんじゃねえかなって思ってます。この、まあ、4人の中で、うん、まあ、これ本当確かにね、全員いい選手ですよ、うん、あ、すいません、4人で 1,2,3,4,5,6 人ですね、すいません失礼しました、うん、6人、うん、1,2,3,4,5,6、うん、あー、サーキットね、クレイジービーサーキットがあるみたいですね。なるほど。まあ、ヤマトキッドもね、もともと木口道場出身なんで、まあ、木口先生のね、主にね、弟子だったんですよね。で、私もね、まあ、木口道場ね、の、一応門下を叩きましたので、まあ、大体やることは、大体どういうことやるのかなって分かってます。で、私は結構木口先生と密っていうかね、結構近い存在っていうか、まあ、付き人ではないんですけれども、まあ、そんなようなね、こともやらされたりとかしてですね、まあ、木口先生のことは結構知り尽くしてるんで、もちろん木口先生のトレーニング、すべて私、受けてきました。ね、ものすごい厳しいトレーニング受けてきましたんで、まあ、そういうようなね、ことを思い出しますね、これを見てるとね。で、木口先生の後の特徴っていうのは、息止めっていうね、息を止めながらやるっていうね、まあ、専門的に言えば、スポーツ、トレーナー的に言えばですね、バルサルバって言うんですけれどもね、バルサルバを使いながら、息止めをね、使ったトレーニングをバルサルバ法って言うんですよ。で、バルサルバをやりながら、トレーニングをしていく、サーキットやっていくっていうのがね、木口先生の一番の特徴ですね。うん、あと、まあ、今こういう、見た感じね、普通のこう腕立てとかバービージャンプとかやってますけれども、まあ、これね、ちょっと見せないんで、無料なんで見てください。アベバ TV でね、やってますから。これ普通のトレーニング見て普通じゃないですか。あくまで。でも、木口トレーニングを見た人は、なんだこれって思いますよ。なんかもう人が人の上に乗っかって、それを返したりとか、もう、わめき声を出しながら、もう出ちゃうんですけどね。もう苦しい練習をしたりとかですね。本当にもう、うん、抜けない。うん、今抜きを知ってるって言ってたけどね、ほんと抜けない、もう抜いたらついていけないから。これほら今見てると一人でやってるでしょ、こうじゃないんですよ。キュートレーニングはもうこれプラス負荷を加えるんで、うん、今グラップリング行きました、うん、ね、本当にこれは、うん、レスリング経験者の2人ね、あ、これ見たいね、うん、このね、レフリーもちゃんとしたレフリー、今村とね、松沢、うん、のこのレスリング同士の対決ですね、うん、これレスラー同士だからね、まあ、これ普通にレスリングの試合になりますね、これ大輝同士の組み合わせ思いっきりレスリングになってるって言ってますね、うん、グレコですね、うん、あと組があるね、うん、まあ、なかなかいい選手じゃない2人、うん、私はね、今村ってのを押してました、私はね、うん、皆さん、もしあれだったらばですね、一緒にですね、今ね、格闘代理戦争のところを見てみてください。今ちょうど10分32秒33秒経過しました、うん、始まってから10分32秒30、今36秒ぐらい、41秒か経ちましたね。ああ、やっぱ今村閉じましたね。今村な、組み合わせうまいんだけど打撃がどうかな。ただやっぱアマチュアなんでね、これまあプロみたいに本当にあんこがないパンチをこうね、するわけにいかないじゃないですか。
なんで安全面をすごい重視するので、グローブがあんまりこうダメージが効くようなグローブをつけさせないんですよ。なんで実際パンチで倒すってのはあんまりないと思います。だから結局は首になるんですよ。結局は首になる。結局首の試合が主になると私は踏んでるんですけどね。レース下からの決め、やっぱ今村は私はいいと思うな。まあ打撃があるとそうですね、なんていうのか、アマチュアでも上になった方がやっぱ有利は有利なんですね。私、プロになると下になってからも、上も下もあんまり、なんていうか、関係ないっていうか、今成選手みたいに、下からの、ね、もう実際そうだったんですけど、下になっても上になってもあんまりね、関係ないっていうか、自分のその形というものができるから、あんまり関係なくなってくるんですけれども、まあ、この時ってのはまだね、アマチュアなんで、アマチュアの中ではやっぱ上にと下になるかっていうのはすごい重要なんじゃねえかなと思ってます。こっからのやっぱ下からの関節がすげえうまいんだよな。うまいやつが宮平、宮原、宮平ってうまかったね。うまかった。これ沖縄の子なんだよね。で、村山ってのもね、まあ、フレッシュトーナメント優勝してるんで、宮平ってのもね、まあまあうまかったよ。誰か一人、足換で決めて、怪我させたの宮平じゃなかったかな。宮平ってのもうまかったけども、私はね、さっきの彼、レスラーのね、1回目やった彼が、私は推してるけれども、この宮平ってのうまかったね。ゼスト、プレイステージ MVP 賞を取ってます。すみません、私もこれ初めて見てるんで見入っちゃってますよ。ヒールね、両足ヒール。まあこれアマチュアながらもすごくね、レベル高いね。アマチュアの子でこんなヒールホールドとか、こんなに密になかなかできないよ、これ。今、殴りもあると思ったよって言ってますよ。今、14分17秒あたりですね、開始されてから、この番組開始されてから14分17秒あたりですよ。これもしできたら、アメバ TV のね、シーズン、3の方ね、シーズン2の3話の方を見てくださいね。一緒にね、見られればね、すごく、親近感が伝わると思います。宮平押されてる。宮原、あの時は良かったんだけどな、その、トライアウトの時は。でも今押されてる。村山ってのもね、強いね。フレッシュマントーナメントシュートね。決め、この時はマックはいなかったね。これマッコの声がしないもん。俺が言うとね、マッコにすぐね、いや、マッハさんそれはみたいな言ってくんだけどね、やっぱキッドには言わないのかいないのかね、わからない。俺の時はすぐ言ってくんですよ。マーガさん、いや、それ違うでしょみたいな。いやいや、違くねえよっつって。村山ね、いい選手だね、村山。いい選手だね。上岡、上岡か。この2人はね、まあ、正直私的にはね、まあいい選手だけど、まあこの何人かの中ではっていう感じはやっぱちょっと足らないなっていうのはありましたね。まだやっぱアマチュアですからね。
もちろん足らないのは当たり前なんですけどね、あのこれ辻元と上岡、上岡って読むの、ね、上岡が3本九州大会ベスト4、あ勝利、辻元がね、勝林寺大阪大会優勝、勝林寺の大阪大会優勝ってのは厳しいな、やっぱ案の定あの辻元が今押されてますね。うん、まあ上岡もね、まあ辻元ぐらいはすぐ決めれないと、先はやっぱり厳しいよね。すごい、もう本当に必死だよね。必ず死ぬと書いても必死、必ず死なないと書いても必死だよね。もうそのぐらい死ぬ気になってやってもらいたいね。これもね、取られた方は必死だよね。だってさっき取られてそのまま負けたらもうアウトだからね。でも要するにこの中で一人しか決めれられないんだから、あの見てる人やつら、その見てる人たちも、もう要は敵なんですよね。だってそうでしょ。だって一人のやつが受かったら、違うやつが受かったら自分はペケされてるんだから、そんな安堵な感じでね見てる場合じゃねえんじゃないかなって、まあ、ハラハラドキドキしてると思います。うん、今18分26秒のところですよ。うん、まあ、一緒にもし見ていただければね、あのその親近感が伝わるかなと思います。うん、辻元いい選手だね。まあ、キットもね、本当にね、これ選ぶのなかなか大変だと思うよ、これ。うん、もうみんな結構いい選手だもん。うん、この今村ってのは本当にいい選手だよな。まずレスリングが強い。うん、村山ってのはどう、あ、それで今村山ってやってるんだな。うん、ただね、そうそうそう、あのレスリングで全国5位っていうだけだから、まあ、村山はやっぱりそのフレッシュトーナメントシュート優勝じゃないですか。なんで、まあ、フィジカルはあの今村が強いけど、村山は、おお、決められた。すごいね。おお、すやっぱ芋村は強いね。ああ、芋村ってのは強いね、結構ね。所秀夫の所プラス。ああ、所プラスね。うん、あ、これ第2位までやるんだ。うん、一人しかあれなのかと思った。
もう一人決めればいいのかなって、トライアウトで。すごい。足好きだねみんなってね言ってますよ。やっぱ足感が好きなんだね。足感が多いね。ポジションも見たい。確かにあの足感ばっかだね。さっきから。だけれどもまあ自分より体力あるやつにかけるんだったらば、やっぱあの足感ってのはすごい有効な技なんで。次松沢と辻本ね、敗れた者同士みたいです。こんな風に番組でね、あの対策しやすいよね、はっきり言って。まあ韓国のやつらなんか本当にこれ見てどういう選手かってもすぐ分かるだろうから。対策されちゃうんじゃないかなって。まあでも番組だからしょうがない。それも含めての試合だからね。まあ、もしよければ皆さんもね、24分ちょうどジャストのところなんで、今一緒にもし見ていただければね、この熱が伝わるんじゃないかなと思います。辻元今ね、すごい。まあ確かに喧嘩殺法な感じでしたけど、その喧嘩殺法でなかなかね、勝てないよね。やっぱ今村いいよな。俺今村だと思うよ、くんの。これ打撃になるとまた今までのね、あのあれが近がってくるからね。打撃になると寝技のそのうまさとかそういうの、打撃ありだとまあ全然消えちゃうんで、その打撃がね、すごい巧みな、その今まで勝ってた人たちが打撃ありになるとまた全然変わってくるんで、これ不思議ですよね。しかも今回パッドがなしなんじゃねえかな。そのアマチュアならではのそのパッドとか、パッドってわかります？すねとか、膝パッドとかあるじゃないですか。あれがね、なしだと思うんですよ。なんで、打撃の結構重要視されますよね。ブラウンパウンドありでやるんだ。
今すごいいいところやってます、いい試合やってます、ちょっと見入っちゃってます私もね。もね、あの遠征井上ってあの、まあ、四天王でね、私とね佐藤ルミナ、あと朝日昇るね、その4人でね、遠征井上と4人で四天王って言われたんですけれどもね、あの門下は遠征井上のあの門下なんですよね、遠征の弟子なんですよね、うん、まあ当時あのね、美羽さんがね遠征とねあの結婚してたんで、あのまあそれで自然とまあ門下っていうかまあ弟子ってわけ、まあそんな感じじゃないとは思うんですけれども、まあ自然とキッドがあの遠征にね教わってたと、教わるような感じになったという体であの MMA を志したっていう感じですね、うん、だからやっぱりあの遠征ってこう結構荒々しいそのファイトスタイルじゃないですか、だからまあそういうところもキッドのね、やっぱそれ門下ですから、荒々しいねあの戦い方、うん、って感じですよね、うん、まあそういうような門下なんていうの、流派がそういう感じっていう感じですね。だからやっぱりあのそういうようなねあの動きをするやつがねあのまあ好きなんじゃないかなと、うん、辻本もなかなかいいじゃん、大キャリだとね、やっぱ今までこのね、あの強かったやつも、寝技だけだと強かったやつも、やっぱ打撃あるだと、なかなかね、あの戸惑いますよね。やっぱ何でもできなきゃダメなんですよ、今の時代はもう。普通に何でもやっぱり。きっちりとしたレスリングな、レスリングきっちりとしたね、取るとこは取る。パンチならパンチでしっかりパンチを打って、仕留めるとか仕留めないと。やっぱりこうなんていうか穴を突かれるっていうかね、でもキッドもね、ほら、妹が聖子じゃないですか、聖子がほら、ダルビッシュと結婚したじゃないですか、なんで、ダルビッシュって多分、アメリカじゃないですか、すげえいいトレーニングしてると思うんですよ、まあ、そういうノウハウとかね、すごく得てんじゃないかな、なんかまだ日本人が知らないような、まあ、あくまで野球の話ですけれども、まあ、うちもね、アメリカの、ね、AMC という、ね、ところにね、まあ、DJ とかね、ドリトレン・ヤス・ジョンソンとかね、まあ、UFC の世界チャンピオンがいますけれども、あとリッチ・フランクリンとかね、マット・ブラウンとか、あとビビアノ・フェルナンデスとかね、いたんですよ。でまあそれで結構アメフトのトレーニングをね、まあ、アメフトそのシアトルシーフォックスっていうところがあってですね、そのシーフォックスのコーチがですね、教えてるんですよね。なんでまあ、独自のトレーニング法っていうのは、その、活かされる、アメフトで活かせるような、あ、ごめんなさい、アメフトから MMA に活かせるようなトレーニングとかをね、どんどん取り入れてるんですよね。だからやっぱりそれすごい良かったです。私もそれ受けてすごい良かったです。もう画期的なね。日本でもそういうのあるじゃないですか。初動負荷トレーニングなんか特にそうじゃないですか。私も初動負荷ね、鳥取に行きましたけれどもね、初動負荷トレーニングってのがありまして、まあ今まではそのウェイトトレーニングの、全然違うものをやるんですよね。まあ、もしあったら興味があったら調べてみてください。初動化トレーニングってね、小山先生っていう人がやってるトレーニングありますので。まあ、それ一郎とかもそれ愛用してるんですけれども、私もそれね、受けたことはもちろんあるんですけれども、すごい良かったです、ね。
やっぱ新しいもんってのはいろいろね、いいもありますね。うん。あ、夏からジムが来ました。あ、夏から頑張ってんね、天心ね。やっぱりね、天心は親父がいるからやっぱりここまで来れたんですよ、本当に。うん。親父がやっぱ熱かった、昔から。まあ私ね、正直あの、天心よりも親父のことの方が知ってましたね。まあ天心って強いのは子供がいるってのは知ってましたけど、まあ子供なんでね、まあそんなになんていうか見てなかったんですけどね。まあうちも子供クラスあったんですけど、まあ、うん、大人ばっかり見てたんで私も。あ、それはあれですよ、いや、見てないっていうのは結局あれですよ。試合を見てないじゃなくてね、うん。なんかハーツが出たり、ドコが出たりってもう、なんかもう、代理戦争じゃねえんだよな、これ。大沢が出てますね。あれ？あ、消えちった。消えちった、もしかして。あらららら、畜生、なんだ？なんだ、もう。すいません、皆さん、ちょっとストップしてください。あー、すいません、出てきました。できました。すいません。iPad でやってんで。32分52秒から。うん、32分56秒。前田くんって何？誰？これもう幅広がりすぎじゃないのこれ。これだっていろんなこれ、選手、あっちこっちこっちあっち幅広がりすぎだろう。まあ賞金がでかいから無理ないけどね。だってこれナスカのジムなんじゃねえの。ナスカのジムがあれなんじゃないの。今これ初めて見てるんですいません、ちょっと見入っちゃってるとこもあるんですけど、まあ格闘代理戦争ってね、まあ賞金がまあね、相当、まあでかいんで、まあこれも無理はないっちゃないんですけどね。本当にこれもう、何人？だって俺とキッドと、青木と、秋山と、ナスカーと、まあ、ゴミは、まあ、ゴミで、まあ、6人 ?7 人だったんですけれども、これ何？他いろいろ追加されてるって、これ、何人集まってくるのこれ。まあ、でも、賞金がでかいから仕方ないってのもあるんだけどね。何人でもありだな、これ。でもまあ、アマチュアなんでね。ちょっと韓国は反則じゃねえかって俺は思ってっけどね。格闘家の前田さんって、受付のその渋谷の何？この人が。なんか強そうじゃないね。まあ、失礼、見た目じゃないけどね。まあ、見た目はね、強そうじゃなくて、そういう人が結構こうね、宇野くんスタイルみたいなね、結構こう、重宝されるんだけれども、まあ、正直強そうじゃないね。
なんか次から次へと出てくるよね。ああ、何これ、池田が後ろにいるってことは池田のところのあれなのかな。まあ私のね、同期のね、同期ってわけじゃないけどね、あの MMA のね、あの池田久保ってのが今映ってましたけどね。出させてもらえるならぜひっつってもね、いやみんなそうやって言うでしょ、自信ありますって。おお、サンドラ・ミスより格闘技が好き。おおほほ、レッツビーフリー、はあ、そういうジムなんだ。さあ自由になれみたいな、なっていってるみたいな、そういう感じ。いやだってそうなんだろこいつ、ナスカのジムじゃねえじゃん。まあパッと見ね、はためなんだけど、これだってこれは強いでしょ、もしかしたら。まあ、天使の親父もね、名トレーナーって今ね、天使を育て上げた名トレーナーって言いますけどね、まあ、格闘技はあんまりやったことないんだよね。うん、でもそれはあんまり今の時代関係ないね。ね、名選手、名伯楽にあらずってね、いつも何回も言ってますけどね、本当その通りだと思います。ね、まあ、情熱が大切ってことです。目力確かにあるね、あの人ね。確かにナスカの味は目力ある。うん。あ、天使いるじゃん。お、今度この格闘大戦争終わったらね、ちょっと一回遊びに行きたいね。天使はライジンの視界間近に控えてるって。でもいいジムだね、ナスカのそのジムね。まあ親父があのね、ナスカさんがね、なんか内装屋の人だったんで、まあ自分でそれ全部一から作ったみたいですよ、全部。前田って本当強い、打撃はあんまりできないんじゃないかな、これ。組み技の選手か？みんなやっぱアマチュアだからな。みんな似たり寄ったりってことか。でもなんかオセロニアの大会でなんか優勝とかしなかった？それって、プロじゃねえの？プロ出していいの？まあミッド打ちだけじゃまあ正直わかんないんだよね。サウスポーの右利きって逆になんか柔道やってたのかな。まあ柔道の人ってその構えが右利きの人でも右足が前なんですよ。打撃の構えってあれなんですよね。逆の左足が、右利きの場合は左足が前って、まあ、それはあくまでもね、基本なんですけど、まあ、まあ、あくまで基本なんで、そうじゃない場合もあります、もちろんね。だから、このケースじゃない？この彼。まあ唾液強いのかな。まあね、賞金でかいからね。
ナスカのジム、なんかミット持ちもタイ人これ雇って、ウハウハですね。ちょっと見入ってますけどね、これ初めて見てるんで、うん、これプロじゃねえのこいつこの前だって、まあ、何でもありになってきたな。今すいません、天心とその前立ってるやつが今スパやってるんで、ちょっと見入ってます。うーん、まあ天心も軽くやってんなこれ。まあそりゃそうだよな。まあでも天心これ、この撮影時になんか試合前だったらしいので、あ、今試合前なの、もしかして。なんか本当に流してやってる感じですね。天心もこれ練習では普通なんですよね。特になんかなんていうの、特別うまいって感じじゃないんだよね。なるほどね。ああ、これでちょっと見えたね。まあちょっとまあ正直ね、この中身っていうか、ある程度ね、もう組み合わせみたいなのは決まってるとは思うんですけれどもね。ちょっと、まあ、まだ放映されてないので、ちょっと言えないんですけどね。今すいません、ちょっと見入ってますね。まあ天心も、まあ、この階級ではね、もう最強ですからね。もっと階級は、もし欲を言うならばね、まだ高校生、高校そこら卒業したのかぐらいなんでね、欲を言うならばね、これからですよね。階級を上げてパッキャオのようにね、まあ、ウルター級ぐらいまで行って、うん、うん、まあ那須川は速いのは当たり前だよね、軽量級だから。まあ、それでまあその力強さももちろんね、あるんで、強いは強いでしょうね。うん、ああ、このね、ガンダムね、これガンダムミットっていうんですけどね、まあ、ちょっとこれ映ないのはね、ちょっと残念ですけど。このスピードを切らしちゃダメだっていうのはね、これ辛いね。このジムもほんといいな、ナスカのジム。光り輝いてるな。こういうジムはいいよね。このマシンとか、ランニングマシンとか端にナスカのジムにあるんですけど、誰も使ってない。もったいないね。そんなとこばっか目いっちゃうね。まあ、まだスタートしたジムなんで、まだあれなのかもね。まだなんていうか、もう練習だけ、なんていうか、まだ怪我人もそんなにいないでしょうし。いい練習してんね、ナスカのジム。
推薦してもらえるのか、前田は推薦してもらえるでしょ、これは。いいでしょ。うん、だってこれ前田ってそもそもどこのチームよ、この子。誰のチームの選手よ、これ。いやー、正直ね、まあ、ナスカのジムの、まあ、天心のね、あのジムのね、ところ、キックのジムなんで、まあ、そんな強い選手、正直、その総合で出ますよ。総合で出はそんな強い選手出ないんじゃないかと思ったんですけどね、これは、論外だったわ。これ分かんなくなってきたな。なんだ、甘く見てたな、ここ。で、今秋山の話になってきました。ルーツは韓国って言ってますね。まあ確かにね、秋山今ね、韓国で結構ね活躍してるみたいだしね。もう日本人じゃなく、もう韓国人の方で仕事、ね、いっぱいあるみたいですね。まあね、強いよね、ほんとそういうのは。他国、ね、その国籍っていうか、そういうのあるってのはいいよね。まあ、猫ひろしもそうじゃないですか。猫ひろしも韓国、カンボジアもね、日本も両方国籍持ってるんで、ビジネス的にはいいよね。カンボジアってなんか2つの国を、国籍取れるみたいですよ。猫ひろしが言ってました。これ65、韓国のこの選手の名前なんて言うんだろう。65じゃないね、こいつは。この赤い服着てるね。今ね、47分19秒20秒のところです。まあ、もし皆さんね、格闘代理戦争シーズン2の3を見てください。の、シーズン3の、47分32秒、33秒あたりです。これ同時に映してやりたいんですけどね、YouTube の方での著作権がどうだってちょっと止められちゃってますので、ちょっと録画でちょっとね、それが解けるまではね、皆さんといつも配信っていうかね、皆さんのメッセージを見ながらやらせていただいてるんですけどね。ワンツー打った時流れてるね。それ気になるね。こいつがやっぱ出てくるのかな。でもアマチュアじゃねえだろ、これ。歴史の深い日本の格闘技に韓国も加わることができて、日本と韓国を融合することによってすごいいい機会になると思いますって、その、彼が言ってますね。その、これ代表選手かな。すいませんね、ちょっと初めてなんでこれ見入っちゃってるんですけどね。一日何時間トレーニングしてるか、嘘つかず一日7時間ですって。すごいね、10時から20時して、
この監督もね、なんかすごいしね。出たら優勝したい。監督すごいね。選手としては全然知らないけどね。何回も言うようにね。朝7時から、うん。朝7時からトレーニングするんだ。山で走る、朝からトレーニングするんだ。階段でも山で走るっていいよね。空気もいいしね。秋山が言ってたよ。すぐカメラ向けられるともうすごい張り切るってそれ田舎もんみたいな、田舎もんだからみたいな、この韓国の選手たち言ってました。階段上りから始まってね、なんか高校の合宿みたいだね。まあ俺はもう辛かったな、それ思い出すね、こういうの見ると。手押し車で階段登ってますね。すげえ。いやーこれほんと毎日こんなことやってんのかな。これ撮影用でやってんじゃねえのこんな。これ毎週やってるんですかって、毎週やってますって。本当かよ。あ、毎週ならできるか。なんかみんな韓国人の人ってあれですね、顔が日本人みたいですね。アスリートだとね、なおのことそうだね。すげえ。なんか本当に燃えてきたねみんなね。すげえ。あ、青木が出てきた。なんだ、マハ祭りだ。あ、俺だ。まあ喧嘩やったら俺負けねえけどね。あ、終わっちゃった。すいません、皆さん長い間ありがとうございました。頑張りますので、格闘大戦争、なんとしてでも、1300万取りたいと思ってますんで、応援よろしくお願いします。